Don't wanna take it slow. Just wanna let you know. Ready to spend some time. I wanna spend some time. Needed some time to grow. Just wanna let you know. みんなパパさん同い年なんで、あ、おまじですか、そう、そのね、多分人数の上ですから、あ、そっか、え、なかなかもっと若いよ、え、ジェイさんももっと若い、全然若くない、俺40、俺44やで、え、僕も44やで、あ、僕50になったばっかりです、僕58年生まれです、赤野さんもっと若いと思ってた、俺57年代の、いやいやいや、マジでマジで、年代わからん、じゃあ、あの、飲み物を用意してもらって、あの、乾杯しましょうか。じゃあみんなで。持ってます？じゃあもうおらん人が悪いんで。おらん人が悪いんでじゃあ乾杯しましょう。先に乾杯しますか。じゃあ乾杯でーす。おらん人が悪い。やあ。やばい。乾杯です。はい。よろしくお願いします。絶対うまい。とラー油は僕を入れときます。もらいました。やったー。あのやつ。もう映画。いや、ゲームやったね。ぜひ要チェックです。
炒め用のカット野菜あるじゃん、うんうん、パックあれを下に引いて、鮭のして塩コショウして、で上にもう一回その野菜のっけて、で味噌をさっきのこの、 あの味噌汁の味噌をかけるだけ、料亭の味をのかけて、料亭の味かけて蓋してるだけ。そうめちゃめちゃうまいよね、野菜と味噌料亭の味で、そう自分の好きなものでいいんじゃん。これね、サンちょっと取ったの。いや、やばいなぁ。はい。え、先にレモンな。いや、あの、サンをある方がくっつきにくいって。で、ね、塩はいるん？え、もちろん入れます。オーガニックの塩ね。オーガニック。ちゃんと。あれやね、噂の博多の塩やね。ちょっと急に落ちたよ。博多の塩は海外産ですからね。博多で取れてるわけじゃないから、これは。別に。ああ。電動じゃない。これめっちゃ俺気に入ってんの。たくさんがちょこっと上がる。ちょっと上がるやろ。でもこれ油ついてもらったらやばいっすよ。いい感じ。うわすごい。ちなみに僕え、タケノコ入ってるんですか。タケノコ入ってますよ。でも大量に。あ、ロールキャベツもうまいっすよ。あ、ロールキャベツもいいね。はい、欲しいです。ありがとうございます。おかわりします。夏トマト塩で味噌かここにからしか柚子胡椒もあるので。あ、柚子胡椒。めっちゃ香りが。日本酒持ってくるわ、日本酒。いや、この匂いで酒飲めるよ、ね、飲める。かっこいい。何の乾杯。わからん。今の無音で流してもらって。このシリーズはなかなか出ないです。だから多分、全世界で多分この2個であと1個ずつぐらいじゃない。そうだね。どういうこと？作らないからですね。もうてかハイドロの人がグラインドロッジの知り合いでハイドロの人がおって、最初その時作ったんですけど、もうやめちゃって、だからもう作らない。なんでそれを持ってんの？いたって。あのね、合わせたって言ったって。そう。合わせたってか、なんかキイちゃんいるって言われたから DM でこれが欲しいですって言って。で、フィールドサイズで、あの。即で買ってもらってって言いやるけど、その次の日僕別のもんをあのちゃんとあのグラインドバッジ買ってあるから。というオチでございます。なんかあるんですか、その下の。いや、もうそこら辺どうにか引っ張った。まあいいよ、もう。あっつ。カバーなし？ない方が多分。ない方がね、光っちゃうんですよね。文字を見たいんだね。あ、だからこれがあるから、大丈夫。え？文字を見たいでしょ。2つ並べたかったやん。あ、パイティアウト？ほんまやな。これ、あの、横に写して、なんか。あ、いい、やりますやります。頑張れ。あ、じゃあもう、頑張って。これ持ってくれた。しかもこれ、あれ、スピナッチグリップやから。マジの？うぅぅぅぅぅぅジェイ君このままでいいよね。いくよ。二次燃焼じゃなくて。いくよ。そうそう。二次燃焼じゃなくて、あの、柄を出したいよね。そうだね。熱っ！
内側取るわ。さあどうやってこの後どうするよ。それを持ち上げてこの中に移しますわ。いける？もう1個ぐらいいけるかな。こいつを。いける？熱いよ。熱いよ。暑いよ。暑いよ。間違いなく暑いわ。そら暑いよ。それ系多分僕が一番得意やと思う。無理や無理やわ。あんまりあのグリップがグリップがって言いやったけど俺実は持ってた。できたよ。外したよ。ちゃんにここまではいけるんですけども、これ以上はもうこの手袋じゃ無理です。早っ。G1?あった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 
ギリギリまで行った。はい、じゃあ戻すよ。はい。あれ、俺焦げてる？あ、どっちも。下っ端がこれ上がってるよ。あ、ほんまや。熱い熱い。あ、熱い。あ、アフリカアフリカ。これまずい。これまずい。まずいよ。これまずいよ。イエスイエス。スミス。ほら取れた。てか、あの僕が一番いい時、おいいとこに持っていかん気がするんだけど。ほら取れた。スミス。Drinking way too much, drinks I can't afford. Annoyed by little things, wanna kick people out the door. Well, so maybe I'll go to hell. And maybe I'll go to hell. Watch me go. I guess you can never tell.お腹痛くなったら帰るときに先帰ってくださいよ。ある程度焼けたらもう切ってしまって側面をバン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 焼いていくからもうそっちある程度焼き目ついたらもう切ってっての方が多分焼きやすいと思うけどね、その方が多分ガーッと焼けますので、え、ちょっと塩はこうやってやってくれた？いや、塩はやってないです。こうやってここワンクッション当ててもらわなかった。これぐらいでやっといて、お、来た。で、ポーキなんと。すごい。いけたね。いけましたね。そこを、ひっち横にするだけでもだいぶ違うね。うん。店僕あの、いつもあの、卸のとこ行くんですよ。パッと見売ってる感じには見えないですけど、行ったらおっちゃんが、ええよええよ、って。先週もだいぶでもコーヒー飲んでないや、めっちゃ恵まれましたね、天気ですね。ここ最近で一番いい天気、一番いい天気、昨日も今日も。うん、先週がひどかったからね。先週やばかったっすよ。先週泣きそうやったもん。先週行っとったんすか、キャンプ。僕は小豆島に。小豆島、はい。うん、うまっ、うまっ、うまっ、めっちゃうまい。このタレ売ってるんですか？うまっ、いただきます。あー、首の香ばしたな。最高っすね。七里なぁ。ぜひ、七里を。七里。塩にもしづらいからね。なんで？もう若いも行ってみたいから。ああ、そっか。うん、ギリギリで良かったよ。ああ、そうか。海流おらん。海流おらん。今日さ、ちゃんとおるか確かめて。あ、多いんやこの人。すいません。You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready.